はい、皆さんこんにちは。今回は最近、取り組んでいる自分の体内をこう改善していこうという企画なんですけれども、まあ、最近その食事をね、結構かなり気にかけてやってるんですけれども、その実際にじゃあどんな食事をこう取ってるのかっていうのを自己満ということで、今回は聞いてください。はい、ご覧の通りですね、結構バランスのいい食事をですね心がけております。まあ中にはねいろいろと、ヨーグルトとか、まあ、フルーツもあったりとか、朝はですね結構スムージーを飲むんですよ。はい、うちのですね敏腕奥様がですねスムージーを朝から作ってくれるんですけど、スムージーってやっぱねいろんなものを混ぜて同時に摂取することができるんで、かなりいい食材だなって思いますね。スムージー特に夜が多いんですけど、結構キノコ類をね摂取してるんですよ。で、もともと僕結構キノコが好きで、舞茸とかね本当によく食べてたんですけど、キノコ類を多く摂取してみて、自分のね体がどういう風にこう変わっていくかっていうのを自分なりに検査しているところでございます。こう僕がご飯作ってるわけじゃないですけど、あんまりこう何食べてるかってこうあんまこう知られたくないですよ。恥ずかしいですよね。なんかはい、まあ実際に取り入れてみて、その体内のこう改善を心がけてみてですね、感じることは、年齢がねもう結構本当にいい年なので、やっぱ疲れが抜けなかったりとか、疲れやすいっていうのをすごく実感してるんですけれども、食事を気をつけることによってその疲れが溜まる具合とか、疲れがこう抜けるのが、少し良くなったっていうのは結構感じてるところかなと思います。体重の方がまあ、最近本当にこう忙しくてかなり激減してました。でちょっとまあその体重の方もですね、まだ本格的に戻ってきたってわけじゃないですけど、試合後の体重なのでかなりまた減った状態なんですけど、まあ食べて次の日になればまあある程度少しは戻ってるかなっていう状況までまあ戻ってきました。ちゃんとしたバランスで栄養を取ることによって体重がこう戻っていく、減りにくくなっていくっていうのは実感はしてますね。で実際ですね、まあ自分なりにちょっとまあ考えてみて、まあ野菜とかね果物、豆乳、豆腐、その辺をまあ積極的に取り入れようとしています。食物繊維とかカリウムっていうのは取れてるのかなとは思いますね。ただ、緑黄色野菜、色が濃い野菜、あれが、まあ、少ないのかなと感じているので、緑黄色野菜を、まあ、もう少し多く摂取しようかなとは思いますね。ちなみにこれ今ちょっと携帯でですねいろんなものをこう調べて、見た結果を喋っています。自分の栄養を実際に見てみて何が足りてないのかみたいなのをちょっと判断していこうかなとは思ってますね。あとはまあちょっとまあこれ思ってることなんですけど、脂質っていうのがねやっぱ多くなっちゃってるんで、なんか肉をじゃあ食べるっていう時でも、ヒレとかモモみたいななんか赤身の部分をねちょっとこう増やすようにした方が、脂身っていうのがこう少なくなるかなとは思いますね。まああとは魚とかね、はい、魚介類の方もあんまりだ、魚魚介類が、そこまで好きじゃないですよね。肉でね補いたいですよね。さあとはねその乳製品ですよね。これ前にねちょっと言われたことがあって、各食事に乳製品を混ぜた方がいいよっていうアドバイスをされたことがあるんですよ。だからまあこの辺の意見も過去の話を思い出して、できるだけ各食事に乳製品を取り入れていきたいなとは思いますね。はい、まあその辺のことをやっぱ今後気遣ってやっていきたいなとは思います。はい、まあでもここまでの段階でですね、まあすでにもう自分の中でも割とこう
違いを感じてきていることは多くあるので、まあ、これを継続していって数ヶ月後にどういう体になっているのかっていうのを自分で感じて判断していきたいなと思います。本日は私のお食事についてご覧いただき誠にありがとうございました。ご飯作ってくれてもいいよ。待ってます。